はい、どうも。明けましておめでとうございます。ここ雪が降ってて餅がありますね。餅の雪ですね。こちらの女性に話しかけてみますか。おみくじ引きますか。右の真ん中、左を引く、左、小吉。今年はハメを外さないように過ごしましょう。感情的にならないように注意が必要です。あ、これ一番大きいな多分。そうすれば平和に1年を過ごせることでしょう。 ありがとうございます。まあ、小吉まあまあですね。まあ、今日とかじゃなくてよかったかなと思いますけれども、で今回はですね、このね、迎春オーダーの、まあ、解説というか、まあ、引くのおすすめというか、あの始めたての人にねおすすめなんで、まあ、これを紹介するんですけど、まあ、その前にね、あのちょっと言いたいことがあって、まあ、この紅白の福袋ですね、紅と白どっちのが引いた方がいいかみたいな、まあ、そういう動画を作ってほしいっていうコメントがあったんですけど、まあ、コメントされる前からちょっと作ろうとは思ってたんですが、まあ、この紅白の福袋ですね、あの確定枠が尋常じゃないほど多いんですね。まあ、この紅の方は600種類以上あったかな。で、白の方は130いくつだったんですけど、まあ、ざっくりでも答えてくれたら嬉しいっていう人もいるかもしれないんですけど、まあ、こういうオーダー関連とか、まあ、なんかこういうスキル関係のやつ雑にやると、まあ、すげえ批判とか来たりするんで、まあ、なんか一個一個丸とか三角とか×とかの当たりかどうかみたいな、まあ、なんとなくね、もう適当にまあ、評価してる最中なんですけど、もうめんどくさくてもうやるのやめようかなって思ってました。まあそこはまあ出すかどうかちょっと気分で決めようかと思うんですけど、まあこれですね、こっちをね今日は解説しようかと思うんですけど、まあなんといってもこの覚醒パワーライズのシリカですね。あの覚醒パワーライズ持ってない人はすごくおすすめのオーダーとなっていますね。これがまあ、ステップ5まであって、で、ステップ5で新星41枚確定となっているんで、これがめちゃくちゃ大きいという感じですね。まあ、ステップ5までいけば、この看板スキル4つのうちの1枚が出るということで、まあ、狙うとしたら一番ね、その狙いやすいオーダーのステップ方式なんで。で、まあ、ちょっと読んでいきますか。パワーライズさん、攻撃力が800上昇。まあ、これの凄さっていうのは、何かしらの動画でまあ言ったと思うんですけど、まあ、次これですね、ウィンドコンバージョン4。土属性ダメージの低下デメリットがある代わりに、まあ、風属性ダメージが上昇するんですけど、まあ、本当にスキル持ってない人だったらね、そういう始めたての人とかね、そういう人だったら、まあ、こういうね土属性低下デメリットあっても、まあ、妥協で装備することになるのかなと思います。しかし、まあ、スキル揃ってきたら、スキル編成をテンプレ化しないで、敵の弱点属性に応じてしっかり使い分けた方がいいですね。で、まあ、土属性低下で困るっていうのは、まあ、始めたての人からしたら、まあ、40層フロアボスのブラッケンくらいだと思うんですけど、まあ、ブラッケンはパーティーでも回れるし、まあ、ルックス緩和きたし、まあ、そんなに問題はないように思えますね。まあ、ていうかルクス緩和来たんだし、あの残土の直剣モッドのあの回復効果みたいなの、なんかこういうのあるじゃないですか。スキルをスイッチで使用し命中時 HP8000 回復みたいな、こういうやつさ、回復効果じゃないやつ出してもいいんじゃねってちょっと思いましたね。もう正直もうそんな時代じゃないし、その直剣モッド一強の時代じゃないんだし、まあ、最初そのブラッケン出た時ね、弱点残土だから、まあ、これ回復効果で出したんだろうけど、正直もう緩和来てる時点でこんなね回復効果じゃなくてももういい気はするんですけど、まあ、あとは、まあ、ブラッケン以外だと、まあ、カオスセントールとか、あのカオス155のこのカオス凍滅戦ってやつですね。今全解放来てますけど、この動画撮ってる時点だと。これでね、カオスセントールっていうのが、この冥黒判寿ってやつですね、特一。これが突土ですね、弱点が。で、あとはね、その56層とかもね、突土なんですよ、弱点。敵の弱点が。まあ、ダンジョンとかも。でも、始めたての人は、まあ、やらないと思うんですよね。まあ、こういうカオス155の、
カオスセントールとかやる人あんまりないと思うし、まあ、この155やることになったとしてもね。あとはね、このカオスボスダンジョンで見れるこのカオスボスの弱点属性、これがね、こういうまだ実装されてないやつもね、カオス討滅戦の敵の弱点と一緒らしいんで、まあ、今まで全部一緒だったみたいなんで、まあ、今後も一緒だと思われるんですけど、まあ、これね、まあ、カオスナンバー、カオスラストナンバーか、カオスナンバーズみたいなやつ、これが弱点属性残土なんですけど、まあ、さすがに始めたての人はカオス175でも倒せないんじゃないかなってちょっと思うので、まあ、カオス195なんて、まあ、到底ね、先というか、到底っていうか、なんていうの、本当に先の方だと思うんで、まあ195話もね、この動画撮ってる時点ではまだ実装されてないんですけど、うん、本当に先のお酒だからあんまり関係ないと思うし。ということで、土属性低下のデメリットは、まあそうだな、強くなるための周回ではあんまり始めたての人は、あ、でも気になる人は気になるけど、そこまでじゃないかなって思うので、パーティーで回っちゃえばいいんで、極論。あとはこのモアデバンってやつですね、同じセット内でリズベット1枚以上だと攻撃力が 20% 上昇、このね、副次効果みたいなのがすごくね、大きいんですよ。これが覚醒パワーライズ3の真骨頂と言ってもいいくらいですね。ただこれやっぱ覚醒のリズベットのアビリティとか持ってないと、まあ、片手コン以外だとちょっと厳しいかもしれないですね。まあリズベットのスキル片手コン以外にもあるんですけど、例えばこの斧のやつとかね、まあ、こういうのね使うときいいけど、まあ、これ土属性だし、土属性低下デメリットがあるって言ったばかりですけど、まあ、そういうのがねあるんで、基本的に片手コン以外で使うときはやっぱその覚醒のリズベットのアビリティないとソードスキルの使用枠1枠圧迫すると思うんで、まあ、例えばその片手直剣使うときに片手コンのねリズベットのソードスキルをつけるとさ、その1枠ねソードスキル使用枠がね使えなくなるんで、まあ、例えば片手直剣の、まあ、編成にこういうやつ入れるとするじゃないですか。まあこれ使用不可ってなってるけど、まあ一応覚醒なんで、覚醒打つと覚醒は起動するとっていうことで、キャラ指定を満たすためだけにこういうね使用枠が1枠減るっていうことあるんですけど、まあ、ソードスキル使用枠1枠減るとかなり大きいので、まあなんだかんだ言ったけど、まあ覚醒効果もね強撃と結構いい効果だと思うし、覚醒のパワラー3持ってない人はねステップ5なんで、最近本当にステップ5でさ、覚醒のパワラさんなんて来ることほとんどなかったから、もう今のうちね引いといた方がいいなって思いますね。うん、でもなんかやっぱね、その始めたての人ね、福袋と迷うと思うんですけど、まあでも始めたてでもやっぱこのステップ5まで、この 11,250 ジェムか貯めてステップ5まで引くのが一番おすすめですね、この中で一番。で2番目に福袋ですね。まあ、福袋紅白それぞれ5回までしか引けなくて、で確定枠以外が 20% なんですけど、星4の確率がこれがねすごい出やすいんで、まあ、1回ね5000ジェムなんですけど、まあ、これが一番ね今のところおすすめです、これのパワーライズ3を狙うのが。でまあもう1枚見ていきますか。今日は下から見ていくか。この開運の願い事リズベット、スキル威力 1300% ダメージ、まあ、最大ね貫突までするとこれくらいいきますけど、単体攻撃前方円形中範囲、これ攻撃モーションがハイドロブローって書いてありますね。ハイドロブロー、おそらくブローと書いてあるので、まあ、ちょっとカッテコンを装備して、ブローっていうとこれですね、ラッシュメイサーリズベット。どんな感じだろう攻撃モーション、ちょっと打ってみますね。あーなんかそんな遅くないですね。いいね。そんなに遅くないと思うので、まあ、カオスアスラとかに使えなくもないのかもしんないですね。で、まあ、水属性スキルのダメージ 50% 上昇。これはね、結構いろんなモッドスキルに共通してる 50% 上昇効果ですね。あとは同じセット内でリズベット2枚以上って書いてあるんですが、まあ、このスキル自体がリズベットなので、同じセット内でね、もう1枚リズベットつけるだけで、まあ、発動すると。これはすごく
まあ、条件が満たしやすく使いやすい、しかも攻撃力が1000上昇っていうことで500じゃなくて1000なので、まあ、結構いいんじゃないでしょうか。まあ、ただ打属性で言うと、まあ、今の環境斧が一番いいってよく言われてるんですが、まあ、正直あの無課金美課金だとこれステップ5でさ引けるから、多分斧だとめちゃくちゃ強い分、あのステップ3式とかで新星音確定とかじゃなくて、もう本当に 2周3周とか4周5周とかしないとあの当たんないっていうのがあるんで、まあこれで引くのはまあなんか妥協点というか、多分ね頑張れば、まあ、回れると思うんで、片手込んでも時間かければね倒せるっていうならね全然いいと思うので、まあ、これはすごくいいんじゃないでしょうか。無課金美課金だと持ってて損はないんじゃないかなってちょっと思いますね。まあ、やっぱねその結構課金してあのいいスキル引きたいっていう人はね、まあ、斧の狙うのがいいと思うんですけど、まあ、斧のダーミズもね、まあ、最近ねちょっと前に来たけど、まあ、これから来るかもよくわからないし、まあ、一応これでね引いとくのもいいんじゃないかなって思いますね。まあ、こっちのね始めたての人はこっち狙って、でこのリズベットもねあの副産物的な感じで出たらすごく理想的ですけど、で次一つ上見ると両手槍のアクセルスキルですね。1800% ダメージ、コネクトとかアクセルは結構ね高いですよね、スキル威力が。で全体2連撃、ペネトレイトだから、これペネトレイトか、あとこれもペネトレイトですね。ちょっとペネトレイトのあの攻撃モーション、ペネトレイトこんな感じですね。ペネトレイトはこんな感じですね。でこのペネトレイトね全体で2連撃なんですけど、まあちょっとねこの前方区形中範囲で少し範囲が狭めなんですけど、まあ全体攻撃でモブ狩りできなくもないかなっていうくらいではありますね。でウィンドパイルバフ、これすごくいいですよね。アクセルで出てきたこのスタックバフ効果ですね。風属性ダメージ上昇あの積み重ねてって、で1スタックにつき 1% 増加なんで99スタックで 99% 増加になると。でしかもスイッチゲージ増加量が多い、まあ、攻撃モーションをさっき見たけどパンパンってちょっと1回打っただけでスイッチゲージ結構上がるんかなって思いますね。まあ、モブ狩りの時とか一気に打ったらね巻き込んだ数だけねスイッチゲージめっちゃ上がるんじゃないかなってなんとなく思いますけど、風ダメージ槍で風ダメージっていうと61層フロアボスに対してかな。でも61層フロアボス、なんかスキルあんまり持ってない人だといいのかな。でもそんなに今の環境普通にパーティー組んでいったらあんまり時間かかんない気がするけど、まあ、弱い人たちだけでいったらこういう効果結構使えるのかもしんないですね。まあ、クリティカル出せない人とかもねいるかもしんないんで、まあ、作詞持ってても、まあ、クリティカル耐性が確か 100% ぐらいあったと思うんで、ナーシャはあれ 100% だっけ、なんかブレイク、あでもあれそうか、ボス自体にクリティカル耐性バフはなかった気がする、ナーシャに。だから 100% か。風増加っていうとどこで使うんだろう。カオス135のカオスカガチももうね緩和されちゃったんで、まあ、そんな使う場面でもないし、カオスレイヤーかな、カオスレイヤー切ったら、でもカオスレイヤーダー風だった気がするんだよな、弱点が。あとは風インゴットですね。風インゴットこれどこだっけ、99層かな、99層の周回するんだったらいいけど、まあ、結構ガチな人が来る周回になるのかな、ここら辺は。まあ、クリティカルダメージのねインゴットはね今の環境クリティカル耐性的にあるから結構ね使いにくいんですけど、まあある場面で使えるんで、まあでもやるとしても、まあ、強くなるためにいろいろやることが他にもあると思うんで、それが終わってからやる人が多いと思うんですが、まあこれもね回る人も全然いるんで、99層は、ダカゼだったかな。あ、でもそれもダカゼなんですよね、弱点が。これさ、両手槍だからこれ突属性系なんですよ。だからダカゼって言っても裏セットこれにしてさ、メイン武器、打属性武器にいちいち変えてってやって、まあ、これ20秒間なんで、20秒間のこのスタックバフを維持しながらいちいち武器変えてんの大変だろうから、まあ、このウィンドパイルバフが、まあ、打属性武器でそのアクセルで出たらまあちょっと違うかもしんないけど、今のところはなんか
どこで使うのかなっていう感じはしますね。まあギルランとかかな、なんだろうね。あとはなんだろうね、カオススティーグ、カオススティーグやる人いるかな。俺こいつ嫌いこいつ嫌い。じゃあカオススティーグやるか。やらないでしょ。これやる人は、まあ、カオススティーグ結構めんどくさいんで、めんどくさいっていうかまず倒せない強すぎて、まあ、このさ、あのスコア報酬とかあるじゃん。で、まあなんていうの、このクリア報酬とかもあるから、このスコア報酬取り切るまでやったっていう人はいるらしいんですけど、まあ基本やらないしな。風弱点の敵は、まあ属性耐性突破するためにこのスタック上げるっていうのもちょっとね、まあ、時間はかかると思うんですけど、できなくはないのかな、風属性攻めでいったら。あと鬼バフとか使ってできんのかな、保安とかに、あの85層フロアボスに。もうちょっとそこは分かんないですけど、まあどっちにしても時間かかりますよね。まあやるとしたら、まあパーティーだと早いから、まあ掲示板とかで風属性攻めにするんだったら、まあ裏やりに、裏っていうかメインやりでもいいか、まあやる人もいるのかもしれないですね。で次、1年の K キリト、1年の K でいいのこれ、ちょっと今ググってみるか。あ、1年の K って読み方合ってますね。1年の K は元旦にあり、1年のことは年の初めの元日に計画を立てて行うべきである。物事は始めが大事、しかもしっかりした計画のもと着実に行えということ。なんというかこう計画的にね、こうスタックを少しずつ貯めてってという感じでしょうね。バーニングウェーブ、ウェーブ系か。まあウェーブ系で分かりやすいのは、この常設イベントで手に入るこの黒剣士の記憶キリトですね。これフレームウェーブなんで、まあ、アンコールアナザーワールドとか、アンコール不思議な二人で手に入るこれですね。まあ、皆さんおなじみのこの打つとちょっと貯めてから上に振り上げる、まあ、全体攻撃なんで、まあ、これはモブ狩りに使えるけれど、ね、これはまあ単体攻撃バージョンのウェーブなので、まあ、モブ狩りには使えないと。で、まあ、スキル威力 1650%、まあ、これを主力にして戦うわけではないんで、ここら辺は別にそんな気にならないですね。でもウィンドパイルバフ、これはね、さっきのね、非属性ダメージバージョンなんですけど、使うとしたら、まあ、100層フロアボスとかになるのかな。まあでも裏セットを片手直剣にして、まあ、85層フロアボスやるにしても、これやっぱさっきも言ったけど20秒間なんで、まあ、20秒間のうちにいちいちさ弓に切り替えて戻してとか、まあ、片手最近槍とかに切り替えて戻してて、これ打っててやるのも考えられなくもないけど、ちょっといちいち持ち替えるのめんどくさそうですね。うん、そんだったら普通に弓のスタックバフとかかけるわっていう感じはしますけど、どれくらい強いのかちょっとわかんないですね。まあ弓だと、まあ、影打ち火事場弓で結構さ、ダメ上昇値がな 250% とかだっけ。なんでもしこれで上げるんだったら、まあ、攻撃力もね、もっと上げて、まあ、バランス釣り合いか保った方が、まあ、強いんじゃないかなと思うけど、そこまでする人がいるのかは知りません。まあ、アクセルのね、属性スタックバフは今のところ、まあ、ちょっと前に出たこの闇属性のね、探検小春ですね、こちらがね、ダークパイルバフ。あとは、まあ、さっき言ったこの槍の友情くらいで、アクセルのね、属性スタックバフはね、それくらいしかないんで、まあ、非属性のやつまだこれしか出てないっていうことで、まあアクセルステップアップオーダー最初にね、あの出た時のこっちのね、キリトは、まあ、劣化4バフって攻撃力が上がる方だったんで、まあ、劣化と書いてあるけど非属性スタックバフではないと。まあ次にね、その突属性のこういう属性スタックバフ系のアクセルスキルが来たら、まあ、使うかもしれんけど、ただメイン武器にそのアクセルを入れるかって、メイン武装、メイン装備セットは入れる枠あんのかな。俺さ、弓使ったことがさ、その影打ち火事場弓使ったことないからわかんないんだよね。その例えばコネクトに入れるのかとか正直わかんないんですけど、まあこれ今のところは、まあ、片手直剣なんで、まあ裏セットね、片手直剣にしてモブ狩りする人はね、
使えるのかもしれないけど、今のところ100層フロアボスで使うのかなっていう感じですよね。まあいろいろちょっと見てったんですけど、まあこの他にもね、なんかね、これ言い忘れてるよとか、それ間違ってるよとかあったら教えていただけるとね、ありがたいです。でまあ最初の方に言った通り、この中で一番始めたての人が引くべきっていうか、引くべきっていう言葉あんま好きじゃないんですけど、まあ引いた方がいいっていうのはこの芸春オーダー、芸春って読むんだよね、大丈夫だよねこれと、まあ次に福袋の白い方ですね。俺始めたての人におすすめするのは、あでもまあまだちょっといろいろ見てる最中なんであまり言えないんですけどね、細かくは。いやでも白、どっちでもいい気はするんだよな。もうこっちはこっちで、パワーライズ4とか入ってた気がするんですよね。白の方はパワーライズ4が入ってないんで、まあこれね、歌いてユナとかもあるんですが、まあこのね、福袋をやってる期間内に、パワーラ4がね、入ってるオーダーもね、来る可能性も、まあなきにしもあらずなんですけど、これありますね。この、紅の福袋、紅白の甲の方に切れ味抜群勇気。ありますけど。まあ、他にもあるんかな多分。ありますね。これ、ドローンとか、クリミサチとかありますね。白の方が絞られてるけど、パワラ4は入ってない感じで。で、この甲の方は、まあ、いろいろ入ってるけど、ちょっと当たってほしくないスキルもその分いっぱいあるっていう感じで、まあどっちか選べっていう感じですね。まあ紅白どっち引いた方がいいか、まあ、紅白なんとか合戦、紅白福袋合戦みたいな、赤 vs 白みたいな、まあそういう動画もね、もともと出そうと思ってたんですけど、まあなんかちょっとやる気なくなってきたんで、まあやるかちょっとわかんないです。あと、そうだな、まあいろいろ見てみてもやっぱり始めたての人はね、星4があまりにも少ないんで、福袋どっちか、まあ白、白のね、いいスキル率なかなかいいんで、まあ、白か、このね、大晦日のね、この2500ジムのやつは一番引かない方がいいかもしれない。あとグランドオーダーのこのステップ1の1250ジムたまにこの半額でね、妥協で引く人がいるんですけど、まあ、妥協で引くんだったらこれが一番マシかなっていう感じはするんで、まあ、妥協で引く人用だと思います、このグランドオーダー。基本的に、あんまりおすすめしない、この アクセルオーダーもおすすめしない、始めたての人には。ちょっと上級者向けって感じがするんで、これもね、君と一緒ならオーダーもね、このね、アスナが結構強いんですけど、このキリトもね、直径モッド始めたての人にいいんで、まあ、直径モッド狙うならこれもいいと思うけど、これもね、やっぱ爆死してる人いっぱい出てるんで、新星4確定じゃないんで、なんか、おすすめしにくいですね。まあ、前はね、今出てるオーダーの中で一番おすすめなのはって言ったけど、その出てる中での話ね。爆死することは全然起こりうるんで、新星4じゃないから、違う星4が出るのも全然あり得る。 16% しかないし、1枚1枚ね、その看板スキルみたいな。だから始めたての人一番おすすめなのは芸春オーダー、2番目福袋、どっちか、まあ、どっちかで迷ったら白かなって思うけど、やっぱ女の子いっぱい入ってる方がこうね、甲の方がね、まあ、欲しい人いると思うんで。で3番目とかないな。それ以外はあんまりおすすめしないな。まあ、3番目これかな。でも、これも、出ないし、しかも、まあ、リーファ2枚っていうのが、まあ、始めたての人きついかもしれないんで、おすすめしにくいし、アクセルも上級者向けってさっき言ったけど、この大晦日もおすすめしないし、そうだね、この芸春かこの福袋どっちかでいいんじゃないかなって思います。あとはそう妥協で引くかみたいな、無課金美課金向きに行ってることなんで、いっぱいジェム貯めて何周もできる人はね、他のもいいかもしんないんですけど、まあ今のところはその無課金美課金向けに、まあ、この芸春オーダー一番おすすめだよっていうのを言っておきました。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。では皆さん良いお年を。